はい、ピースケでサクセスやっていきますということで、8月ね、なりましたんで、ガチャとか見ていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、一応解説です。はい、で、8月なって、同じハゲゾウガチャが来てくれたという感じになってます。中身変わってんのかな？なんかあんま変わってないのに見えるんですが、はい。なんかバナーの絵が変わっただけで、メンツ変わってない気がしますね。はい。多分同じです。はい。なので、まあ、ハゲゾウで、まあ、先週とかの俺みたいな感じで、まあ、限定キャラが、まあ、プラス4とか3とかで中段パになってると、いう感じで、まあ、ハゲゾウあればね、解放できるんで、っていうやり方、をしたい人は引いていいのかなっていうふうに思います。はい。ただ、まあ、一応常設も、まあ、ね、天命のキャラとかフリートのね、あの常設ですね。まあ、ちょ合わせはちょ別番になっちゃうんで、残念ながら、あの解放のみって感じになっちゃうんですか、まあ、イルカのお姉ちゃん、イルカのお姉ちゃんと、まあ、天命キャラかな、主に。まあ、カヤノとか、毎回名前忘れるんだよな、一番使ってるのに、徳作くんね、はい。とか、まあ、あとは、他で言ったら、まあ、ラミとかかな。で、欲しい人は、まあ、引いてもいいんですけど、うん。まあ、あんま出ないんで、うん。確率均等だよね。確率多分均等なんで、うん。まあ欲しいのは出ないんで、まあ本当にハゲゾウで、手持ちの持ってるやつ、もうちょっとで解放できるみたいな人は引くっていう感じのガチャになるのかなと思います。はい。で、毎月来るのかな？だんだん PSR とかになってくんないかなと思ってるんですけど、はい。で、まあ今月に関しては、あと一応826が一応あるんで、うん。まあ、一応そこに向けていいガチャなんか来るんじゃないかなと思うんで、うん、そこをめがけて、まあ、多分虹谷さすがに今月は来るっしょ、はい、と思ってるんで、まあ、そこめがけて、まあ、大体多分1000個ぐらいあれば引けるとは思うので石を貯めておきましょうっていう、はい、感じだと思います。はい、俺はなんか引いたけどまだ600個ぐらいあるんで多分貯めれるような気は個人的にはしてるんで、うん、まあ、イベントとかの、このチャレンジの消化っすね。チャレンジ消化はしっかりやっていきたいよねっていう、はい、感じになっております。はい。これミッションまだ終わってないんだ。はい。で、まあ、今月もね、同じのが始まったので、まあ、選択権、まあ、20年までか。20年までと、まあ、試合すれば石はある程度手に入るので、まあ、ある程度ちょっとだけどね。100ないか。100あるかないかぐらいか。はい。って感じなので、まあ、この辺をしっかり回収、毎週回収してね、インフン出ますけど、はい。ドモンちゃん欲しい人は、ドモンちゃんもうちょっと配ってくれてもいいじゃんって感じするんですけどね。はい。てか、ま、毎週一応合宿形式だからさ、ランキングも合宿形式にしてほしいよね。はい。って感じです。はい。あ、SR1 枚もらえるんだっけ？もらえねえな。あれ、前まで 1枚もらえてたよね。もらえなくなったんだ。ブー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 。はい、という感じですね。はい。でもちょっとまあ全然育成あんまなんだかんだできてないので、まあちょっと悔いのないようにこっからはね、こっからはつうか、うん、時間見つけてやっていきたいよねっていうふうに思ってます。はい。まあ、セレクトミッションと、まあ、セレクトミッションも、あの、招きカロバ、今月もね、99個、あの、配ってくれてたので、まあ、そんなに下の方、優先度ないと思うんですけど、まあ、この辺、地形はね、地形はまあ、しっかり回収してもらって、まあ、きらめきもまあ、覚醒したい人は、もう覚醒したいキャラもいない人が多いでしょう。はい。覚醒したい人は集めてもいいと思うけど、うん。感じかな、この辺ね。まあ、あとはもう好きでいいです。まあ、ゲド君とかもう多分余るので、100。でもめちゃくちゃ育成したいよって人は、まあ、この辺。まあ、なんだか60個ね。60個、前60個だったっけ？ここ15とかだったよね。ずる。最初からそうやってくれればよかったのに。って感じしますけど、はい。まあまあ、99個配ってるんでね。はい、まあ、ここはあんまり無理せずやっていいのかなっていうふうには思いますんで、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いします。ということで、ピースな1週間1日をお過ごしください。1秒をお過ごしください。バイバイ。